皆さんこんにちは。様々な車両が行き交う道路上では常に細心の注意を怠ってはなりません。さて今回の動画では監視カメラやドライブレコーダーが捉えた驚きの映像をご紹介します。悪天候は徒歩やスクーター、自動車で移動する人にとってとても嫌なものです。それでも天候に関わりなく人生は続くので、出かけねばならないことも少なくありません。さて、ある車のドライブレコーダーが興味深い瞬間を捉えました。真ん前の車に雷が落ちたのです。雷は車を突き抜けて通り過ぎました。そしてその車はまるで何もなかったかのようにそのまま走り去りました。先ほどの映像でも見た通り、雨天時には危険がつきものです。したがって運転に自信がない人は家にいる方が得策というものです。雨の日には雷や雨そのものではなく路面に溜まった水が危険を引き起こすこともあります。道路にできた大きな水たまりのせいで視界が完全に遮られてしまうこともあるのです。こちらの車の運転手は身をもって体験しました。突然フロントガラス全面が水に覆われてしまい何も見えなくなりました。奇跡と運転技術がドライバーの命を救ってくれました。こちらの映像もかなり衝撃的で、やはり運転中には絶対に気を抜いてはいけないと心を新たにさせてくれます。危険は雄大な森の中を走る道路にも隠れています。私たちに酸素を供給してくれる大きな木々も何かの弾みに突如倒れてくれることがあるのです。ここでもドライブレコーダーが恐怖の一瞬を捉えました。それにしてもこのドライバーは怪我一つなく本当に幸運でした。幸い前の車のドライバーも無事でした。体の大きなバイソンはおとなしくのんびりとした印象を与えます。しかし実際にはそんなことは全くありません。この巨漢はとても俊敏で、あっという間に時速 60km にまで加速することができます。こちらの映像では大きなバイソンが車と力比べでもしたくなったようです。運悪く近くにいた車はバイソンに襲われ車体の一部を持っていかれてしまいました。真夜中に人気のない田舎道を走る時には一瞬たりとも気を抜いてはいけません。はっきり言って何が起こるかさっぱりわからないからです。ヘラジカなどの大きな動物が飛び出してくるかもしれませんし、幽霊が現れるかもしれません。そして例えば黒いスーツを着込んで手にこれまた黒いブリーフケースを持った人々が道路に飛び出してくるかもしれないのです。何やら遠くに焚き火のような光が見えています。何の焚き火なのか、なぜ夜中にスーツを着込んだ人々が田舎道を歩いているのか、何ともわからないことだらけです。皆さんはなぜだと思いますか？深夜、若いカップルが家に向かって車を走らせていました。近所まで来て安心したのもつかの間、前方で車道を塞ぐように1台のジープが止まっています。周囲に人も車もいません。ジープから挙動不審な男が出てきて2人の車を見るなり後を追いかけ、さらに大きな声で怒鳴ってきました。ドライバーはご近所さんへの挨拶をすることなく、もちろんアクセル全開で走り去りました。台湾は小さな国ですが独自の熱帯気候が特徴です。しばしば災害をもたらす大雨に見舞われますが、この映像はあらゆる論理を嘲笑うかのようです。まるでアクション映画のワンシーンのようです。右手の崖から泥が道路に流れ込み、その後巨大な岩がゴロゴロと転がってきました。この車とドライバーが無事であったことを祈りましょう。皆さん、これは何だと思いますか？スピード違反を取り締まるために荒野の道路に寝転ぶ警察官の荒技か、はたまた何かの穴でしょうか？実はこれは巨大なニシキヘビです。2020年の夏の映像です。ご自分が運転席に座っていると想像してみてください。前方に火災が広がり、この先通り抜けられる道があるのかないのかさっぱり見当がつきません。
それともこれはただ煙が立ち込めているだけなのか、この地獄のような状況の中、よくも車の通行が認められたものです。ハリウッド映画に勝るとも劣らない壮大な光景です。皆さんはどうお考えか分かりませんが、おそらく多くの人は自動車が空を飛ぶのは SF 映画の中か何かの競技の時ぐらいだろうと考えることでしょう。真夜中、元気いっぱいの若者は車を勢いよくジャンプさせ、家の2階に突撃しました。建物の壁を突き破って車は突き刺さりました。幸いこの時建物の中は無人で怪我人は出ませんでした。もしこの時中にいたらと思うとゾッとしますね。ある家族がお出かけから戻り、家のすぐ近くまで来た時の出来事です。前方にピエロ姿の男が突然現れました。ピエロは車に向かって手を振って歩み寄ってきます。気味が悪くなった運転手は車をバックさせ、ある程度離れた場所から一気にアクセルを踏みました。間一髪でピエロの男は脇に飛びのき、誰も怪我をすることはありませんでした。しかしこの男が何を考え、何のためにこんなことをしていたのかは謎に包まれたままです。次は2013年にロシアのチェリャビンスクで撮影された映像です。この隕石の落下はかなり広い範囲で見ることができました。明るい光を放ちながら降下し、落下時には大きな振動が感じられました。衝突のエネルギーは約500キロトン、直径は18から20メートルであったとされています。これほど大きな被害をもたらす隕石はかなり稀です。バッタというと可愛らしいですが、イナゴの大群は危険です。イナゴの群れは雲のように畑から畑へと移動し、ほんの数時間で作物を食べ尽くしてしまいます。昨日まで何ともなかったのに突如大群が飛来し、気づけば空は真っ暗。イナゴを退治しようと思っても、もうその時には作物の半分以上が食べ尽くされているというありさまです。次の映像ではトラックが道路を横断しようとしたバイクに衝突しそうになった瞬間、突然何か明るい光が現れ、バイクを安全な場所に導いています。トラックの運転手はすぐに車を止め、引いてしまったかもしれないバイクを探してトラックの下を覗き込みますが、そこには何もなく、ライダーはとっくに安全な場所に避難しています。このビデオはフェイクでしょうか？それとも瞬間移動能力を持つスーパーヒーローが助けてくれたのでしょうか？皆さんのご意見をコメントにお書きください。さて、今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねを押してチャンネル登録をしてください。ではまたお会いしましょう。